新年一発目の袴田チャンネルでございます、はい、まあ、今回何やるかっていうと、はいはい、あまりにも集大を晒したネプリーグ、はい、うわ、いや全然こだわりなかったよ感じとか。いやいやいや、あ、ちょっとあれ私に出た問題難しかった。何のために出たんやっていう、うん、ラグラット純子さんよりも低かった。見ました見ました。それをね、やっぱさだきチャンネルとしては、はい、スタッフも含めて俺らの優しさよ、はい、やっぱ袴田さんがそんなバカじゃないと、そう、ね、天下の青学出てますよと、ね、表で言ってますよ、裏じゃないですよっていうことを証明するために、はい、今回袴田さんのために企画、はい、こちらです。誰でもわかる小学生国産社会理科野球特別問題。小学生でも分かるやつだから誰でも分かるから。いや小学生の問題って意外と難しいんだって。小学生だね。で今からその問題を、はい、10問出します、はい、で10問中正解率下位2人、決勝戦で本当のバカを決めます。怖いよ。いやいけるって、小学生でも分かる、はい、いけるよね、いけるいける。国語算数理科社会野球、これです。ちゃんと静岡高校も勉強で入ってるんだから。静岡おかしこいですからね。そうよ。いや本当はバカなんて入れるんちゃう。偏差値72よ。パパの力、うん、そんなのないない。一斉だから、もし今日大会になったら、はい、剥奪するから。何を？卒業証書。もう除名するから。ちなみに制限時間があるんですよね、答えるには。うん、制限時間20秒。20秒、うん、だからそのストップウォッチ。オッケー、はい、じゃあ第一問行こう、はい、第一問何、はい、何教科は何、国語で。国語、国語ね、オッケー、国語一番苦手、はい、俺も一番苦手、俺あんまり日本語使わん。何も使ってるよ。何、はい、出ていきます、はい、問題、漢字の書き問題です。お、漢字でカツオを書いてください。漢字でカツオを書いてください。カツオね、待って、スタート。マグロじゃないの。10、はい、楽勝です。はい、常識やろ。常識でしょ。ちょっとこれ小学生問題ですよ。いやいやいや、カツオだよ。終了。え、もう書くのダメだ、終了。終了ですよ。はい、じゃあいくよ。せーのでいく。みんな書けんの。余裕、うん、せーの、はい、はい、あー、それだ。思い出せなかった。佐藤崎さん先生、青空さん正解です。マグロやもう魚禁止やろ、くん。カツオなんて、うん、八重洲港とか清水港にめっちゃ水揚げされてるやろ。しかもね、カツオがね、なんか思い出せなくてさ。いや、絶対知らなかったやろ。うん、いや、思い出せなかった。はい、じゃあ2問目、算数の問題。算数、OK、はい、スマホの充電が30分で 0% から 25% になりました。充電が 100% になるのは何分後でしょうか。スマホの充電が30分で 0% から 25% になりました。はい、これは楽勝。充電が 100% になるのは何分後でしょうか。よーい、スタート。5、4、3、2、1、終了です。はい、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 せーの、じゃん。120分。120分。え、90分です。もう答えは90分です。イエーイ。はい、あざーす。え、だってさっきのでも30分で、30分は最初経ってるんですよ。30分経ってるでしょ。え、ちょっとどういうこと。スマホの充電が、あ、25% からってこと。そうです。え、それもう問題悪いよ。それ、ね、今のちょっと問題出し方悪かったですよね。おお、ん、だって30分で 25% になります。 100% になるには何分かかりますかって言ったら、なりましたです。いやいやいや、スタートはおかしい。それもちょっと悪意あるよな。でも答えれたらすごい動くら。いやいや、なりましたって言ってたから。悪意だよあれ、それは。おお、続いて何、社会の問題。社会、はい、問題、今年2024年の干支は辰年ですが、うん、2029年の干支は何でしょうか。2029年の干支は何でしょうか。2024年が辰やもんね。5、はい、4、3、2、1、はい、終了です。はい、じゃあお願いします。せーの、犬、鳥、鳥、猿、
答え、堀吉です。よっしゃー、わからんかった。わからんかった。勘で書いた。ちょっと20秒早いな。早い。よし。あれ、おそらく今は全部じゃない？全部ですよ。お前、賢くなったの？社会理科が苦手なのに、逃げますね、これは。次は優しいの。理科の問題。理科。よし。問題。すべての物質がこれ以上下がらない温度。絶対零度は何度でしょうか？物質がこれ以上下がらないという温度。これ分からんぞ。絶対零度は何度の温度？物質が下がらないって何？物質温度がこれ以上下がらない温度がああのね、ドラマ見たときに絶対零度ってなんだろうって調べたんだよな。あストカーは何パーセントとか言ったらアルコール度数で分かんのにな。そんなん分からんぞ。これは分からん。ごめん、分からん。勘や。これ勘でいくわ。3、2、1、終了です、うん、はい、お願いします。せーの、ドン。100度マイナス100度マイナス120。いや、もうマイナス19度よく分からん。答え、マイナス273度。初めて聞いたわ。俺らの時代習わんかったよ。習ってない。やっぱ教科書改訂されたんじゃん。そりゃそうですよ。私19度とか低い。19度絶対ない。だって北海道の奥の方が寒いでしょ。いや、物質って言ってたから物質は下がんないのかなって。なるほどね。気温は下がるけど。なるほどね。そう。英語の問題いきます。問題、英単語の問題です、うん、経済を英語で何と書きますか？あ、これは分かる。全然知らん。経済、これカタカナでもいいよ。ダメだよ、英語。アルファベットスペルでお願いします。経済スペル、スタート。はい、楽勝。多分スペル合ってる。全然分かんない。こんな感じじゃなかったら知らない。いや、なんか薄そうやね。3、2、1、終了です。はい、それでは回答お願いします。はい、せーの、じゃん。エコノミー。まあ、ちょっとカンパニーみたいです。カンパ、会社ですよ。会社。何だっけ、佐藤。経済、俺経済回してるからね。しかも、経済とか取材めっちゃされてんねんで、投資とか。ああ。証券取引所行ってるから、だから佐藤、うん。佐藤って英語で絶対佐藤って海外で言っても何も通じないですよ。いや、それはそいつらの勉強不足。22ついてないからマシですよ。佐藤22やったらもう判断。一緒っす。スペルが合ってるか分かんないですけど、エコノミー。私と一緒だよ。一緒ですか、うん、正解は、はい、答え、エコノミー。イエーイ。スペルは合ってます。よっしゃー、エコノミーってお前、飛行機の一番狭い席やなんか。里崎さん1ポイント、うん、先生3ポイント、高村さん2ポイント、うん、青空さん3ポイント、うん、やばい、はい、今ってお里さんと私だ。オッケー。まあまだ全然、まだ半分だから。まだ半分。俺追い込み方だから。ちょっと英語もっと出して、英語。じゃあ野球の問題いきます。おい、 WBC2023、日本代表の選手の中で登板機会が一番多かった投手は誰でしょうか？登板イニングじゃなく、マウンドに上がった回数ですね。登板回数ですね。イニングはなしですね、皆さん。そこ間違えないでください。用意スタート。いや、マジ分からんの。そんな、まあ、現地まで行っとって間違わんで、これ強化試合とかは含んでないですね。もちろん。多分この人以外思いつかないかも。3、2、1。え、問題だ。終了です。意外と知らんない。意外とわからんない。本当、意外と知らない。お願いします。せーの、宇田川。伊藤。湯浅。答え、大勢。大勢が4試合。3位は、あ、2位は、2か3試合で、まあ、大谷、ダルビッシュ、岩崎、伊藤大海、今永、名古屋。大勢なんや。そうなんだ。困ったら大勢やったよな。いや、もう全然思い出せないね。俺1試合も投げてないやつだったら言えたのに。あ、そうだね、私もいけた。続いて国語の問題いきます。はい、国語、はい、問題、漢字の書き問題です。また、はい、もうカットの苦手で、漢字で重さを測るの測るを書いてください。重さを測るだけで大丈夫です。もう20秒来てんじゃん。俺もこれかどうか正解かどうか分かんないけど。8、7、6、5。ちょっと待って。いや、じゃあ、ね、どっちだろうっていう。そう、どっち、こっちかな。終了です。はい、回答お願いします。あ、間違えた。私間違えた。じゃん。あ、図の測る、答えは、量なので、先生と青空さん。よっしゃー。
いやこれは真珠やと思ったんですよね。いやそうなんだよね。これちゃん里崎さんは工夫をするって、そう工夫とかないんですか。まあ、やっぱり工夫して生きてるからな軽量の計かなと思う。いや迷ったっすね。軽量スプーンって言うやん。そう赤原さんの長さとか長さだよ ね、 そうですよね。いやそうなんだよ。あと3問だよね。3です。だから俺ピンチ、大ピンチ。大ピンチ。いや私も結構ピンチ。よし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 。でもやっぱあれが痛かったよ、あのパーセンテージのやつ算数の問題いきます。はい、問題、五角形の内角の和は何度でしょうか。おちょくってるもんこんな。五角形の内角の和は何度でしょうか。用意スタート。え、内角の和、はい、内角の和、内角ってなんだっけ。和内角だよ、これ。あ、総理大臣。総理大臣だよ、岸田さんやろ。うん、そうだ。外務大臣とか。え、分かんない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 。6、5、4、3、2、1、白です。はい、回答お願いします。はい、せーの、じゃん。ちょっと待って、分かんない。360度。450度。540度。 180×N のマイナス2。何それ。答えは540。あざっす、あざっす、あざっす、あざっす。360は四角形。四角形ですね。270と450は知らないです。450。恥ずかしい、恥ずかしい。え、これ小学校習う。言うで習う。え、これもうちょっと時間あったら計算できたけど。そうそう、いや、そりゃそうだよ。そう、時間がないからこれ知識だよね、もうね。 あと2問。はい、あ、もうじゃあ俺もう敗退決定だよ。社会の問題いきます。よし、はい。問題、次の歴史的書物の中で最も新しいものはどれでしょう。古今和歌集、うん、古事記、古事記ね、今昔物語集、日本書紀。日本書紀の記は間違ってダメですからね。いや私ね、もう大学受験の時だったら瞬殺だったのにな。社会はマジでわからん。あれ、古今和歌集、古事記、今昔物語集、はい、日本書紀。3、2、1、後ろです。こんなもん勘やだよ、ね。ああ、はい、回答お願いします。はい、せーの、はい、今昔物語集。俺も今昔物語集。古今和歌集。古今和歌集。答え、今昔物語集。よっしゃー、青空くんに近づいてきた。うおー。まあでももう俺関係ないんだけどねこれ鎌倉時代じゃない、違うか。そうね、だいぶ新しい。あと1問だよ。私が青空くんとサドンデスになるかどうか。なるかどうかだね。うわぁ、もう俺決勝進出、これもう決勝進出してるから2人で争ってほしいな。時事問題いきます。お、はい、今年の流行語に関する問題。問題、はい、ダダン。リクルートさんが発表した2023年流行グルメということがあります。はい、3位は生ドーナツ、うん、2位はおにぎり専門店、うん、1位は何でしょうか。これ分からんぞ。流行グルメ、流行グルメ、流行グルメ。3位が生ドーナツ、2位がおにぎり専門店、生ドーナツ食べたことないよ。俺も食べたことない。よーい、スタート。何食べたかな。流行グルメ、今年何流行ってたっけ。流行グルメ、グルメ。ヒントはお祭りの屋台でも買えるところがあります。あと渋谷に店舗があります。はい、分かった。お祭りで買える。買えます。4、3、2、正式名称が分からへんだ。4、はい、回答お願いします。はい、せーの、クレープ。10円パン。タピオカジュース。僕もタピオカです。でもこれ古い古い。答え、10円パン。よっしゃー何それ、よっしゃー。いや、俺10円パンって聞いて、あ、それやと思って見たことあるテレビで。あの、国際通りにもあるんですよ。ありましたね。え、10円パン、クレープやろ。美味しいね、めっちゃ。いや、タピオカですよ。ずっと美味しいね。タピオカはいつでもあれ、何あったんですよ、僕行った時。タピオカ、今年飲んだ。うん、今年去年飲んでんやろ。俺もう毎年クレープ食ってっから美味しいから。クレープジュースね、もう確か一昨年ぐらいだけど。そうですよね、うん。じゃあ、予選の結果が出ました。里崎さん2ポイント、うん、先生6ポイント、おぉ、赤丸さん3ポイント、青空さん4ポイント。ナイス、よし、パーセンテージのやつだったね。その1問。そう、その1問でここ。じゃあ続いてファイナルステージ。待って、ちょっと決勝戦。決勝ですよ。2人とも不正解。